はい、お願いします。またパラドックスなしか。これはちょっと裏で言ってみていいか。トリックルームは巨人とかにとかモロバレがいるから微妙で、ズミ羽オリバーかな、ベアカス出せねー、見ないしね。トリックルームパーティーダブルとかだったらいるんだろうけどな、シングルちょっときつくない。有利対面ではあるんだけどね、鋼テラッサルありえるよな。いや突っ張るか、変にビビってもだよな。 OK 仕留めきれない、固いな。うぎゃー、いやでもこんなもんか、フリーズドライだったら冷凍ビームじゃないとやれないか。突っ込んだら正解だったけど普通にやれなかったと。そうね、トンボ返りで予選するか。超ファン羽でけえな、にしてもこいつ最大サイズでもなんでもないんだけどな。えい、まあスオリーバーだけどアタッカー型なんで、タイマン勝てないにしてもある程度削ってくれるでしょう。モロバレル、ほう、モロバレルか、削っときてー。こいつは削らねえとやばいな。最後一体なんだろうな、ミミックかドラパルトかかな。テラス切ってきた。モロバレルに切るんだ、鋼テラスさん。なるほど、まだむしろフォール技できたからいいか。逆にそっちからなんかできんのか。あ、ワンパンしちゃった。ああ、急所か。有効くせえかな、どうだろうな。さすがにモロバレルの耐久だったら一発は耐えたか。俺今火力あるからな。ドラパルト。まあ、これは削れば勝ちかな、どうだろうな。相手の方にもよるけど。ちょっとドラゴン技嫌なんで、減らしたら切るか。じゃじゃん。念のためフェアリーテラッサルにしといてよかった。あんま切ることはないかもだけど、こういう時に役に立つよな。あれ、オリーバー。トリックルームとか、なしでも普通にやれるじゃん、こいつ。単純に火力あるにいいよな。ドラゴンアロー。いかないね。フェアリーだから。そして飛べ。パイプ1、マジカル支配。強い。あらあらあら。最後の一体に添える程度で入れたつもりだったけど、オリーバが倒しまった。火力が正義だよな、やっぱ。素早さがなくても、ワンチャンどうにかなる。あとました。なるほど、なるほど。やっぱりラウドボンいるな。てか、やってて思うけどさ、シリーズ2、背景をなんかこういう風に変えたからか、若干重たくなってない?なんかポケモンの表示遅くね?なんかこう気合い入れてかっこいい背景にしてるけど、その処理が微妙くなってない、そこ大丈夫って感じなんだけど。これ鉄の積みないときついっていう感じだね。トリックルームただ乗りされちまうかな。ベラカス使ってあげてえな。よし、ベラカスオリーバー鉄の積みでいってみるか。はい、お願いします。サーゴアンコールとか変な技を持ってなければ、あと身代わりとかね、全然これは悪くないんだけど。あれ待てよ、でもこいつってさ、置き土産効かないんだっけ。サーゴって変化技効かないじゃない、ってことは置き土産も効かない。痛い。多分効かねえよな、変化技効かないんだから。まあ素引きしますか。シャドーボールこのまま打ってくれるんだったら、オリーバー吸収というか無効にできるし、ここでゴールドラッシュとか選択してなければ、ただ最悪ゴールドラッシュでもオリーバー一発ぐらい受けれるでしょ、特防高いし。ナイス、オッケー、素引きできた。相手浮いてるやついないんで、第一打っていきますか。あ、いや、フェリーがいたわ、一番上にそこにどっしりしてるけど浮いてるわ。あ、ラウドモーン悪くないよ。実はオリーバ第一覚えまーす。ワンパンかよ、しかも。え、
吸収じゃない、強っ。おひひ、まあ、火力あるな。タイプ1じゃないのにワンパンで持ってくの、とんでもねえな。それともなんか特殊な方だったのかな、ノドスプレーとか使って殴ってくタイプのラウボーンだったかな。命の弾持ってるとはいえワンパン C 高いからね、オリーバー。この感じだと怪獣いない。いやでも第一を知らなかっただけか、ラウドボーン投げてきたってことは。別の武人、こいつは耐久がねえんだよな。まあ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 、トリックル中だしバンバン殴ってきますか。テラスサル切ってくるかな。安易にマジシャン撃っちゃったけど、マジカルシャインはどうだ。第一はなんかバレてなかった、臭いけど、割と鉄道武人だった以上下げようもないよな。こいつマジで耐久はないからな、素早さと火力だけで。しかもここでサーフを投げてこないところを見ると飛行テラスサルでもない。あら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 、強いね。タスキー返しがどうかな。これテラスサル切ってよかったな、そういえば。ムーンフォー、あーそっちだったな、助かる。先生方持ってないよね。オッケー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 、これいけるんじゃないの、トリックルームオリーバー。まあ、ベラカスのちょっと置き土産とか最近の祈りとかは特に使ってないけど、シンプルにトリックルームオリーバーが強すぎて降参いただいたと。ありがとうございました。でも今のところね、ちょっとテラスタル切るべきだったね。インファイトされてたらオリーバーぶっ飛ばされてたわ。ああ、ちょっと今爪が甘かったというか、インファイト警戒でからテラスタル切った方が勝率高かったな。大体鉄の武人って両刀でインファイトとムーンフォース使ってくると思うんだよね。インファイト採用率も高いから。まあ、ベラカスどうなのよ。ベラカスが強かったってわけじゃなくて、オリーバーが普通に強いな、やっぱ。ああ、オリーバーが強すぎる。だがそんな感じで今日は終わろうと思います。よろしければ高評価いただけると励みになります。お疲れ様です。